さて、夏の猛暑はヒートアイランドや地球温暖化もその一因と言われていますが、次はその地球温暖化への取り組みに関するニュースです。東京都では全国で初めて CO2 の排出削減を義務付ける条例が先月成立しました。こちらをご覧いただきましょう、はい、こちらは先月の都議会で成立した条例の概要です、はい、このエネルギーの使用量が原油換算で年間1500キロリットル以上の事業所およそ1300カ所が対象です。個別の排出量を2020年度までに最近3年間の平均値から 15% から 20% 削減することを目指すというものです。さあ、この条例なんですが、はい、削減は2010年再来年度から義務付けられまして、達成できない場合は最高で50万円の罰金が課せられます。今日この条例の対象となる大規模事業所に対して初めての説明会が開かれました。制度への理解を深めてもらおうと開かれた説明会には企業や団体などの関係者およそ800人が参加しました。説明会では条例の内容やスケジュール、それに CO2 対策に取り組んでいる企業の先進的な事例などが紹介されました。参加者からはテナントビルの扱いはどうなるのか、将来大幅に増築した場合基準排出量は見直されるのかなど質問が相次ぎましたが、まだ大枠しか決まっておらず、都の担当者は詳細についてはこれから検討すると繰り返しました。まだよくわからないというのが実態ですね。年々厳しくなるんで、ただ地球のことを考えなきゃならないんで、まあ、これは協力していこうかなと思っております。予算費用の問題がありますので難しいかと思いますけど、まあ、今の社会的な要請からいけばむしろ経営にプラスになると考えて進めた方がいいんではないかというふうに思ってますけど。東京都は専門家を集めた検討会に意見を聞き、ビルや工場などグループごとに義務付ける削減率を今年度末をめどに決める方針です。